ナゴン噴火です。今回は最近じゃない、結構もう真夏の時から貯めてた私の美容室日記をまとめてみました。地毛になってからヘアケアをもっと頑張ろうと思ってて、その前まではね、カラーを毎月しないとなんか気になるから絶対毎月しとったし、ここら辺がね傷んで明るくなってきたから、1年ぶりのカラーをしたり、本当に大好きな美容室をまとめたので、よかったら最後まで見てってください。それではスタート。傷んでるところはあると思うけど、すごい今の髪が大好きです。美容室の前に私のヘアケア事情を軽く紹介しよう。いい？ずらーっとこんな感じで、シャンプーオタクなのですが、なんか今日いい匂い、何つけたっけって思ったら、このゲロンの蜂蜜の最近出たシャンプーを使ってました。もうケラスターゼは絶対大好き、本当に大好き。ケラスターゼは楽天で買ってます。マルカはちょっと前に髪が傷んでたので、明るいなと思う時に地毛やけど使ってました。これブルーがおすすめ、透明感がある色になれる。あとこれも好き、リファのヘアブラシ、これとこれ。ヘアはね、どうしよう、おすすめが好きなものがありすぎる。ケラスターゼのこのスプレータイプ、これは全部ほとんどが洗い流さないトリートメントかな。これはね、アイロンする前にするやつ。めっちゃ髪がトゥルトゥルで、私ベタベタの髪が好きじゃなくて、でもこれは髪を守りつつ、まとめつつ、ベタっとしないサラサラのオイル、ミルボンから出たやつ。このケラスターゼのこのシリーズ、頭皮のスカルプケア、これとかもやっぱ頭皮臭っていう時、なんか頭の匂いがすごい気になるっていう時に出会ったスカルプケアで、やっぱ頭皮も化粧水と同じ保湿をしてあげることで匂いが気にならなくなりました。これはスカッとするから夏とかにおすすめ。あと白髪が気になる方、白髪ケアの成分が入ってるのでこちらおすすめで、こっちはもうちょっと重ためオイルになってます。これは重たすぎるとちょっとおでこ周りが荒れちゃったりした時があるので、大好きやけど気をつけて使ってます。あとこれはなんか髪、私時々ツルツルのなんかまとめる時あるやん、それはこれ使ってます。ロレアルから出たこんなジェル、こういうのって匂い癖ある時とかあるけど、そんなに癖なく髪がベターっとまとまります。しっかりビシッと決めたい時はこれ使う。なんかオイルでベタベタも嫌やけど、スプレーでガチガチも嫌なので、これがおすすめ。ロレアルのこの無香料タイプがすごいおすすめ、このスプレー。あんまり普段は使わないけど、長時間髪をまとめたいっていう時、このスプレー使ってます。髪が傷んでる方は、このオラプレックスがいいかも。これ結構重ためのヘアミルク。本当はオイルよりもミルクの方が良くて、だからミルクでおすすめはこれかな。なんか気軽に買えるやつはファブリックオーガニックも好き。私のオイルはモロッカンオイルぐらいかな、そんなにオイル使ってない。あ、これもうない。ケラスターゼのこの美容液なんですけど、これ1本でもいいけど、美容液なだけあって次にするなんかオイルだったりクリームがすごい相性いい、浸透力が上がってくれます。ヘア香水はこのシャネルとこのバイレード、これねスプレータイプでおすすめ。結構香りが濃い匂いなので、なんかうっすら一プッシュぐらいつけてます。ブラシは昔からずっと使ってるウェットかこれかこのブラシを使ってます。このブラシがすごくて広がりやすい、私からすると超収まってくれる感じがあって大好きです。最後に私のコレクションというか、本当に良くないことなんですけど、じゃーんここ全部シャンプー、キッチンシャンプーって殴り書きで書いてあるんですけど、ケラスターゼが楽天スーパーセールでちょっと安くなるんですよ。だからこんな感じでトリートメントとか買っちゃって、大好きなものをストックしたがる癖があって、この美容液とかも本当に大好きやからストック、あのアマゾンでまとめ買いで買った、本当に良くないよね、本当に掃除して
見直してこうやってやってみて、あの買うのやめようと思った。タフトっていう100円ぐらいで買える歯ブラシがすごい大好きで、これ歯科衛生士のお友達がおすすめしてくれた歯ブラシ、これが大好きすぎてアマゾンでまとめ買いしちゃった。以上、ストックダノでした。私はホットペッパーとかでいろいろ調べて行ってるんですけど、結構美容室を何店舗か行ってて、インスタ見てパッツンとか、こういう今流行りのね、私がちょっと前にしてたパッツン前髪とか、切りっぱなしとか、ボブとか、エクステとか、それぞれに上手い方がいるじゃないですか。なので今回は柿本やったら私が好きなヘアアレンジだったり、ケラスターゼのトリートメントやったり、西岡さんのカットがすごい好きで西岡さんのところ行ったり、柿本はそうしてて、でパッツンがすごい上手いところはなんか思いっきり7センチカットしたいなとか、2ヶ月に1回ぐらいに行ってる病室と、あとエクステ考えとる子おる。エクステならリホさんがすごいおすすめ、めっちゃナチュラルにつけてくれるから、こんな感じで。エクステもなんかオリジナルなエクステで、僕がエクステ強いし、プラスでそこのトリートメントもすごい良かった。あとは地毛にしてくれるところだったり、もうそこはねハッシュタグ地毛に戻すヘアカラーってめっちゃ検索していきました。そこがすっごいおすすめ。どうしてもさ、地毛に戻すってなると顧客にならないというか、店員さん目線だとそうやんか。でもすごい頑張ろうねって言って、すごい丁寧に地毛に戻すように、絶対地毛になったら行かなくなるのに、すごいなんか丁寧というか、みんなに全力でおすすめしたいです。長々と失礼しました。そんな感じでよかったら参考になると嬉しいです。それじゃあ、なんかね最近日差しがすっごい強くて、なのでトリートメント行ってきます。ちょっとさ、地毛やけど赤くなったから、月に1回ぐらいのトリートメント行ってきます。西岡さんです。これもう始まった西岡です。そうどうも、今日はふーちゃんの髪の毛をツヤツヤにしたいと思います。トリートメントとちょっとカットをしたくて、うんうん、長さは、いやでも変えたく、伸ばしたい、伸ばし、ちょい伸ばしたいですけど、量でもここ伸ばした方がいいよね。伸ばした方がいいですか。可愛いけどね、でもここは伸ばした方がいいって絶対、うんうんうん、ここは伸ばして、ここはどう。でもたまに下ろしてるもんね。いや、出てきちゃうんですよ。でもなんかピッてしてる方が好きじゃない。こうですか。あ、そう、あ、結ぶときはこれが好きで。まあでもとりあえずここは伸ばした方がいいけど、ここどうしたいか。とりあえずここの毛先を、毛先整えて、めっちゃ整えたいです。パチッとした感じしつつ、軽くして、でここはちょっと相談だね。トリートメントします。お願いします。いつも私何のトリートメントなんでしたっけ。あ、いつもはケラスターゼのトリートメント。いつもふーちゃんがやってるのは結構しっかりめのやつやってて、トリートメントでもなんかスペシャルって言って、あの髪スペシャルっていう、ヘアスペシャルっていうのをやってるんだけど、髪の毛に美容液とこのブースターこれを混ぜて、この中でもいっぱい種類があるんだけど、その時の感じに合わせて、最近ちょっとふーちゃんは髪の毛乾燥しやすいから、ちょっとあの乾燥ケアと水分補給とかで、これは癖とかを出しにくくしてくれたりとか、広がりが多分気になると思うから、それを抑えてくれるやつをミックスしてやりつつ、あとヘアパックをする。それとあと最後にこれめっちゃいいんですけど、ケイウォーターっていうのがあって、初めて見た。これもシャンプー台でできる水トリートメント、韓国とかで流行ってるやつのケラスターゼ。それのピンクを持ってます。そう、それはこれ、それはあの購入できるやつ。これはで、これはお店でしかできないやつっていうのがあって、それを全部やってる。
全部今通してないじゃん。でこれ通すとすごい、ほら全然違くない？すごいアイロンしたみたい。え、でしょ？これから湿度が出てきそうだから私は今日しっとりするやつを使ったけど、秋始まるぐらいの時はそれでいいのかっていうのって、使うものって変わってくるのかなって思うんだよね。でもこれすごいよ、めちゃくちゃ良くない？なんかアイロンする前にこんなにいいオイルあるのかって思うぐらい、しかもベタベタにならないのか。しかもアフターでオイルあんまりつけなくてもちょうどよくならない、かわいい、本当にいい、綺麗。ありがとうございます。めっちゃ量いい感じです。良いですか？でも程よく、でも毛先厚み残しつつ、でもちょっと馴染むようにして。ありがとうございます。はい、おお、いいね。はい、なんかエクステをもうちょっとつける。エクステつける？だから傷んでるところ切ろうかなと思って。エクステもつけないことを考えても成り立つ部屋の方がいいんじゃないかなと思うから。なんか急に傷んで、でもずっと伸ばしてるってことはずっと切ってないってことだから、こっからここぐらいまでが結構ダメージが強い。本当にすごいハイダメージなのがここだから、このぐらいの方がそのエクステつけるつけない関係なくいいのかなと。大丈夫、はい、またじゃあワンレンでここら辺はパツッと切ったり、それともこうニュアンスが こういう流れる感じがいい、はい、その時にここの顔周りのグレゲとかを切りたい。おまかせで小顔に見える。小顔に見える、はい、量はすっかり使って、お任せで。逆にまっすぐ伸ばしちゃうとちょっとこうニュアンス出ないから、俺はあんなしながらこの表面の部分だけちょっと伸ばして、で遅れ毛もあんま巻かない方がいいかな、こっち側は僕にちょっと伸ばしてみよう。何センチぐらいかかる？7ぐらいかかる。Okay. ありがとうございます。はい、嬉しい。すごいサラサラになって、で毛先は安定の切りっぱなしで、で前髪はもうパッツンはやめて、でもパッツン重ためで流れる感じで切ってもらいました。なんかね、すっごいここの切りっぱなしがすっごいすごい上手くて、で髪もサラサラになるから大好き。すごい口に色がない。髪の毛可愛くしてもらいに来ました。トリートメントもついでにしてもらいます。あ、ネイルがいい感じで。
かっこいい感じで、かっこいい感じでお願いします。ありがとうございます。かわいい、かわいい、似合う。ありがとうございました。かわいい、超かわいい。お味見いきます。色は、色は今回はグレーベースにチェスナットベラルと青みがある紫と黄色になるブルーちょっとこう真っ赤っぽい感じで1割ずつ。ありがとうございます。はい、ちょっと YouTube で紹介させていただきます。また気になったら来ます。ありがとうございます。